通話で命令して女にオナニーさせるってやつ。あ、そんなパターンもあるんだ。香川さんかっけえな。違うね、やっぱ性癖面白いね。いや、それ結構有名な話なの、その香川リスナーの女性ファンの間では。あ、多分結構多いと思います。そう、おっぱい見せないと香川、やっぱ香川の囲いにはなれないあとはだって生主とやったことは、ないないの、うん、女のケツでいけないって自分で言ってた、彼女はサービス精神からそういうことをやったのだって、香川こそ呼吸だよね、穴女の穴でいけないって自分で言ってた。ああ、そういう性癖なんだ。ああ、俺はよくわかんないな、それ。ミズニアンと会ったことある？だって。ない。あの話好きなんだけど、俺。え？あの、誰だっけ？あの、喧嘩としたの。喧嘩とした？あの、売れない喧嘩とした。今、かそってる。M 様。あ、M 様？ M 様の話したらダメ？え？ちょっとそれは、荒れると思う。荒れる？あ、やめとこうか。やめよう。香川、22時30分暗黒便乗枠取ってる？やれ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 、ネタ投下したからお前ら頼むぞ、やれやれ、トイレ行ってオナニーしてるくせにってFC2 でトイレ行ったらオナニーするくせにってずっと言ってやれ。え、っていうか暗黒なんかあったの？暗黒なんかあったの？これ配信わかんないんだけど、暗黒ってなんかあった？え、暗黒は11時から。違う違う、なんか暗黒の便乗枠って言ってるから。あ、なんか、そう、ミズさんが浮気したらしいっていう、なんか誰かが写真を撮ったらしくて。へえ、今日神回じゃん。じゃあ、そうそう、それでなんかパンダさんと揉めてて。へえ、いいじゃんいいじゃん、台本がかかってて面白いじゃん。香川今ふわっちやってんの？ふわっちでしこっち？あ、じゃあふわっちのトイレ行くとこが見どころだと、2ブロックだね今。いや、面白いな。2ブロックです。見どころはトイレで。見どころはトイレだね。誰、今日は誰にしたの、おかず？緑と女との写真、うわ、アウティです。いや、モテるでしょ、緑さん。モテるよ。殿って誰？誰？トム知ってる？知らない。わかんない。聞いたことない。あ、あれだね。なんか、のりゆきさん？ああ、のりゆきか。のりゆきさん会ったことない。あ、これはあるけど。いや、このおばさん誰？彼女？おばさんって言わないでください。スコッチで1位の香川くる。ふわっちです、そこは。ふわっちって言ってあげてください。いや、香川プロの話、これ動画が決定でしょ。たくみさん頼むよ、タグに香川って、タグに香川って入れて、で切り抜いてカットして頼むよ。アクセスアップだよ47、サノトタブか、なんか、あー、うなちゃんと同い年だ。あー、っていうことは福山雅治と同い年でもあるからね。ナスコ、ナスコって誰？ナスコはタイプじゃなかったの？わかんない。47っすよ。ネットの王子がナスコって人なんだ。あんまりキャス見てないんで、わかんないんです。え、その写真ってどこで流出してんの？その写真見てみたいんだけど、みどりさんの。誰かさ、写真の裏ルちょうだい。ふなと福山比べないで。福山雅治かっこいいよね。誰か写真の URL 持ってないっすか？
俺まだ見てないから見てみたいな、それ。ツイッターでアチョサンキュー。アチョさんか。四つ目にあった。あ、サンキュー。YouTube、速報。ノンタンは持ってないんじゃないの？みどりさんあんま見ないよね。うん。ほうほうほう。ティラフィナーレか。あ、ニャンニャン、これかな？ニャンニャンって。顔潰されてんじゃん。顔潰れてるじゃん、これ。いや、顔、女の人にモザイク入ってる。かわいいじゃん。みどりさん、Mっぽけだな。みどりさんでも顔整ってるよね。香川と野田が晒したんだ。なるほど。じゃあ今日は神回だね。うん。ツイッターありがとう。二ちゃんにはある。ありがとうね、みんな。さ、こういう時の情報提供めちゃめちゃ役に立つんだよな。あー、ウッディ、あ、これは、アウティですね。あー。いや、可愛いでしょ。スタイルいいし。あー、やっちゃった。あ、これアウトだな。うん。結構、よっさんの女もめちゃめちゃ可愛かったよ。ギャルっぽいっていうか、なんか、ロリ、ゴスロリっぽいって感じかな。よっさんの女めちゃめちゃ可愛かった。うん。やば。今日荒れるね。今日はリスナーに徹する。あ、キャスの人なんだ。いいね。みんな春だね。うん。ちょっと後でさ、うん、香川さんにさ、トイレ行ったタイミングでさ、おっぱい見せるやつやってよ。え、それはちょっと無理。向こうからかかってこないと。向こうからかかってきたら、じゃあ今度俺見たい、それ。え、無理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 。香川のシコシコしてるのを俺旗から見たい、こうやって。彼女がおっぱいこうやって。そういうのないの、最近は。もうだから言ってる、あるから、うんうん、もう無理ですって。あ、そうなんだ。うん。うん、俺は 11.2 センチだね、フルボッキは。だから七味の瓶の太さでちょうどそんな感じじゃん。七味の瓶あるじゃん、一味の、うん、あの瓶の太さがベストマッチで、長さが 11.2 センチだから、こんくらいこんくらいじゃん。こういうか、うん。エミが言うにはパンダや子供の前ではデレデレらしい。あ、そうなんだ。うん、別れたけどね、仲直りした。うん、よろしくお願いします。細っとか言う、うるせえよ。うん、細いなーとか。うるさいっすね。やっぱ太い方がいいの？うん、俺、和道の見たことあるけど、ちょっと普通ではないよね。うん、すごい小さいよ、俺。台本じゃない、台本じゃない。本当に喧嘩してた。喧嘩っていうか、減らってたんだよな、彼女が。喧嘩をしたわけじゃないよ。うん。和道さんいなかったら、どんた、誰狙いだったのって。特になんか狙うとかは、特に狙うとかなくて、たまたま配信見てて、でたまたまオフ会の話があって、で、まあ、たまたま参加したっていう感じです。それ香川さんの話？え、違います、俺の話。はい、そう。ああ、俺の話ね。うん、皮がちょろんって存在してるだけだから、俺は。体内にチンコ隠してるから。うん、隣の生き物、彼女。うん、じゃあみんなお疲れ。ラスワクでした。ありがとね。バイバイ。お疲れ様。コツかけって技ね。それは金玉なんで、コツかけもできるよ、俺。空手やってたから。お疲れ。28からっつってんの、女は。うん。よいしょ。お疲れ。嘘ばっか。お前コメント欄荒らすなよ。
バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんねん、もう。